レパドールエッセペラモノレモ。はい、おチャンネルの夜のローナスというわけで、今日はね、ライブ配信を始めようっていうゲームやってきて、よろしくお願いします。レッツゴーだ、オーライっていうわけで、おぉ、ほいほいほい。つうわけで、このゲームどういう感じのゲームかっつうと、ちょっと概要欄があるので、そっち見てきます。はい。楽しい楽しいライブ配信、楽しいライブ配信を始めよう。短編だよ、すぐ終わるよ、チャット機能あるよ。ということで、本当にライブ配信を楽しむだけのゲームという感じなんですけど、まあこのゲームで何か起きても責任を取りませんけどね、ちょっとね、怖い一文が書いております怖い一文が書いております。ちなみに進めていけばいくほどライブ配信にあまり関係なくなっていきますよっつうことで、まあ下にも書いてあるんだけど、このゲームにはホラーが含まれてます。心臓の弱い方や怖いものが嫌な方はプレイをお控えくださいっていうことなんで、まあそうなんですよ、ホラーです楽しい楽しいライブ配信なんですけど、ホラーなんで多分叫ぶんでね、気をつけてください。で、操作説明はクリックして読むだけですと。というわけで、まあこのゲームなんですけど、赤木つねプロ P さんの作品なので、まあとんでもないどんでん返しが待ってるんだろうなーつーね、ワクワク&ドキドキ&不安を感じながらもね、まあ楽しんでいきたいと思います。つうわけで、ね、早速レッツゴーだ、オーライライブ配信始めましょう。面白い、神って書いてあるからね、きっと楽しいんだろうね。いきます。はい、おー、しばらとしばらしばらしば、あ、下に書いてあるか、ごめん、しばらくお待ちくださいかしばらくお待ちをっつうことか。なるほどね、ほいほいほい、手書きのね、あれですね、あれですね、サムネですね。お、そろそろ来る、よし、始まる前に見れた、来るぞ来るぞ、楽しみだな。あー、こんな感じであれだね、ライブ配信前はこんな感じのメッセージが飛び交うよっつうことね。はい、どうも、短期間配信者のアストロレパドールエッセペラモノレモノールです。うわ、すげえ、俺噛まずに言えた、素晴らしいまだどうでもいいわな。つうことで、ほいほい、あ、これ右クリックで消せる、コメントを気軽にどうぞ、チャンネル登録と高評価をしてね。あー、ほい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 、そうか、こういうメッセージってやっぱみんな入れてるもんなのかな。俺入れてねえけど、ライブ配信やるときは。まあ別にそこはね、個人の自由ですよね。ほい、いいか、いいねこの顔文字といいね、このね、キツネちゃんの絵がいいですね。はい、じゃあ戻りましょう。あー、なるほど、チャットがね、おー、来た、こんにちは、アストロさん来ちゃーなるほどね、皆さん BGM 聞こえます、聞こえてますか。あー、大事だね、音響チェックは。どうですか、聞こえてます、大丈夫です、聞こえてます、聞こえてます、なるほどね、大丈夫そうですね、よかったよかった。じゃあみんなね、ちゃんとね、そこのコミュニケーション取れてるって確認ね。それじゃあやっていきましょうか、オーライっていうわけで、おお、田中の冒険エキストラクト、エキストラクトかな、エキストラクト、田中はい、今回やるゲームは田中の冒険エキストラクトです。あとちょっとチャットに誓いますね。そうだね、表示しちゃったもんね、これ変えないといけない。うわー、リアルだ、すごい、ちゃんと配慮されてる。今じゃプレミアついてる、あのゲームやん、うそーっていうことでね、はい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 、もう皆さんね、大興奮でございますね。はい、このゲーム結構高かったんですよね、確か10万ぐらい、高えなやたらめったら高いな、すごいな、奮発しましたね、配信者さん、アストロさん。それじゃあとりあえず始めようと思います、オーライっていうわけでいくんだってね。チャット、イエーイ、やったね、レアなプレイ動画になりそうですね。おお、始まった、いやー懐かしいね、本当に。なるほど、プレミアもんで、あの昔売ってたけどなかなか当時は買えなくて、で今手を出したらプレミアがついちゃって、それで価格高騰でよってなかなか手に入らなかったが、意を決して買ったってやつか。小さい頃さ、よくみんなこの田中さんの真似学校でしてたじゃんいやー、あの頃思い出すわ、ちょっと懐かしくて涙出てきちゃった。ああ、そういう思い入れのあるゲームなんだね。なるほど、そうですね、懐かしい、俺の子供の頃みんなそれやってたわ、夏、なんか出てきたよ、 HTT とてとん、とてつもなくやばいウェーブ、なんか出てきたよ、とてつもなくやばいウェーブがあ、やっぱみんなの学校もやってたのね。昔は流行ってたゲームなのに、もう今じゃどこ探しても見つからないゲームになっちゃったからね。大丈夫これ、なんか URL 貼ってるやついるな、何これ、また貼ってる、あれ本当だ、消しといて、俺うん、すぐ消す、こういうのは。なんか URL 貼ってるやつおるね、なんやこいつ、消しといてやって、うわ、ただ URL 貼り付けんな、じゃけん売名に気は買いましょうね、っていうかチャットに URL なんて貼れたか、あー設定があるからか、
確かにチャットに URL 貼れないはずだよね。なんで貼れてるんだ。あああれか、この配信者様は一応オフ設定になってるけど貼れちゃってるからびっくりしてるのか。そういえばなんででしょうかね。しかもドットコムとかじゃなくてドットアニアンアニアアニャンアニャンかな。アニャンってなんだ。新手の URL 開放法かな。わらちょっと待ってね、雰囲気作りのためにちょっと BGM 変えるわ。お、変えるの。おなんか変わったね。 URL アクセスしたら何も出てこなかったぞ。おにょにょ、またまた貼ってる。待って、あにゃあにゃんって TAR ターブラウザのやつじゃね。ターブラウザなんか聞いたことあるけど、ダークウェブとかいうやつだっけ。え、それって結構やばいやつじゃね。大丈夫。え、でもなんかちょっと気になるな、ダークウェブとかなんだか面白そうだな。やめとけやめとけやめとけ、知らねえよ。確かに言われてみれば気になるな。絶対やめた方がいい。でも面白そうじゃん。もしかしたらこのダークウェブのおかげでこの生放送が話題になるかもしれないんだぞ。やめとけやめとけ、話題とかじゃなくて本来やろうとしてたことに専念した方がいいんじゃないの。これで流行ったらちゃんとこの生放送を見ていた視聴者さんも広めてあげるから、やめとけ、知らねえよ。やったー、有名人だ。急に企画変更になった。なんか微妙に気になってる自分がいる。うん、そうだよね。それじゃ一旦ターブラウザインストールしてくるから待っててね。なんかそういうのがあるんだ、俺それ知らんな。しばらくお待ちを。いつものサムネに戻った。あ、マジでやるのか。ずっと貼ってるね。まだバイメイ君がいますね。怖いな怖いなっつってね、怖いな。おー、出た出た。めちゃくちゃあれじゃん、あの16進数だよね。めちゃくちゃ16進数、16進でもないな、これ普通にアスキーコード的な感じなのかな、なんだろう。はい、一応起動できて URL のところまで飛んできたんですけど、なんだいこれは。文字化けフェスティバルしてるのかな、よくわかんねえな。まあいいや。はい、ヤバさ感が分かりやすい。なんかウニョララアイズアルオーレディデッドみたいなこと書いてない。何それ怖い。え、どこに書いてある。オーレディウニョララアイズオーレディーズデッド。え、どっかに書いてある。あ、本当だ。佐藤寺山イズオーレディ、よもじ桜イズ、なんか書いてあるな。本当だ、オーレディデッドって書いてある。オーレディデッドってもう死んでるみたい。そういう怖いのか。いや、ちょっと怖くなってきた。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ていうか、このソフト、匿名化ソフトで、なんか俺の名前書いてあるんだが。あーもう、ほんとだ、アストラさんログインしたよっていうのが書いてあるじゃん。そういえば一番で。ほんとだ、もうあれか。ターブラウザインストールした際に個人情報抜き取られた感じか、これ。嫌な予感しか感じないのだが。おーおー。何？ネーム、アストロ。イメール、株式会社。カオラピー、Gmail、お、なんか出てるよ。パスワード、行き過ぎハット、リアルネーム、アスタヒガミ、わ、なんか全部バレてるやん。by the this person, information, うわ、72万コインで、これ、売ってるよって、もう取られてるじゃん、これ。え、待って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 、ちょっと待って、なんで俺の個人情報載ってるん、なんで載ってるん、やばいやばい、しかも俺の個人情報売ってるんだけど、パスワードと住所丸見えやん。放送事故、放送事故、やばいやばいやばい、やー、もう普通にあかんよこれ。これガチめにやばくね。アストロさん死んだな。今からアストロさんの住所を買ってくる。お前を、いや待って、お前を見ているって書いてあるじゃん。え、待って、サイト消せない、やばいやばい。っていうかみんななんでこんな軽そうなコメントしてんの、やばいやばいやばい、じゃあバイヤー。っていうかなんだよお前を見ているって、見ている暇があったらまだ助けろマジで。あ、怒って、あ、コード何これ。っていうかなんかウィンドウ出てきたんだけど、なんだよマジで、もう助けて本当って、もう、あ、あ、あ、なになになに、意識、え、閉められたの、01、何これ、あ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 、え、ほら引っかかったよ、え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 、なになに、ほら引っかかったよって何。こうやって URL 貼っただけ興味本位で入ってくるやつがいるからな、バカが多いから。それじゃあもうお前の人生は誰かに、うわ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 、アストロイズオーレディデッド、うわ、やられちゃったのか、うわ怖かった。
この作品はフィクションです。しかしもしかしたら現実にもこのようなことがあるかもしれません。多分もうあると思います。いやーそうだよね、そういうダークウェブとかは当然ダメなんですけど、そういうやばめのものは本当にリアルであるから気をつけてね。自分で対処できないのは大丈夫そうですが、そうでない場合は怪しいコメントがあったら時は消す、もしくはブロックしましょう。そうだね、ライブ配信、まあ URL でタッチするのも当然ダメなんですけど、そういう怪しいところは、まあ、そういうヤバめのやつが URL 出てきたら速攻で消してあげてください。もしかしたら視聴者さんが触っちゃってね、もしかしたら巻き込まれちまうっていうのもあるからね。それでは最後までプレイしていただきましてありがとうございました。なんだかライブとは全く関係ないものになってしまい申し訳ありません。いやいや、注意喚起としては十分だと思います、大事だと思います。 Thank you for playing by センチペード630光彩さんね、ありがとうございました。はい、というわけで一通りプレイし終えました、ありがとうございます。というわけでちょっと途中で画面がビビって消えちまったんですけど、ごめんなさいね。はい、というわけでライブ配信やるのは確かに楽しいんだけど、そうやってねセキュリティとかヤバいウェブとかもあるから、本当にそこの辺気をつけてくださいね。もしそういうの見つけても絶対に触らないでください。あとは早めに報告していただければ、俺もねちゃんとライブ配信中はね対処するんでね、ご安心ください。リスナーさん視聴者さんを守るような形でね、今後もライブ配信をね続けていくつもりなので、ご安心ください。というわけでそういう感じですね、きっとコンセプトは。ライブ配信始めてもいいけど、そういうね危ねえ URL とか興味本位でね踏まないようになっつーね、注意喚起のねやつだったね。つうわけでありがとうございました。ほというわけでライブ配信を始めよう、これにて終了したいと思う。みんなもライブ配信始める際は気をつけようぜ、また会おうぜ、バイ。